はい、ということで、一息だけだってね、大井町に着きましたね。ここは確かなんかすごい深い駅だったような気がするんだけど、そうでもないかな。ウィキペディアとか見れば一発なんですが、例によって予習をしていない。なるほど、2階建てなんですね。ここは出口 H 京浜東北線ホームですね。盗撮注意だそうですね。はい、盗撮しないように注意しました。違う、ここがなんか長いエスカレーターでしたかね。なんかね、日本でも有数の長いエスカレーターが大井町駅にあるということでしたけれども、ここかどうかはわからない。1分20秒ぐらいかかりましたか。ここはでもあれ地上ってこと、それとも一つ上のフロアなんですかね。はい、ということでこちらがね、JR 京浜東北線大井町駅、行っていきましょう。大井町ご乗車ありがとうございます。はい、大森駅出てきました。私が目指すのはここですかね、多分。だから、まあ、結構距離はあるんですけども、まあ仕方がないですね。ちょっと洋華堂が気になるんで、まあ、洋華堂ゲーセンあるかどうかわかんないですけども、寄りつつ、まあ、歩いて20分ぐらい、まあ、ちょっとかかりますけどね。行きましょう。伊東洋華堂、さっきの駅からは4分ぐらいですかね。まあ、適当に。はい、こちら洋華堂、なんか京急側出口とかいうところが出てきたんですけどもね、まあ、適当に行きますか。ということで、とりあえず突き当たりに出て左で、まあ、次に行くね、台東は、まあ、正面ちょっと、列車が通っているあそこが京急線路ですけども、それを越えてさらに、川か運河かなんかをね、また越えまして、その先にあるようですね。今の洋華堂にはソイユーですかね、まあ、ちょっとしたゲーセンがありまして、メダルゲームも一応まああったんですけども、プッシャー2台とキッズメダル10台ぐらいのね、まあ小規模な、店舗という感じでしたがね。はい、シングルメダルはなし。ちなみに今2時半ですね、まだ午後2時30分。一応今日は一番最後にね、ドラマ広告という、ゲーセンにはどうしても行きたいんですけども、まあ、他のね、まあ、これからまあ行っても行かなくてもいい店舗を全部する。するにしても、まあ、午後8時には、ね、まあ、遅くても出たいと思っていたんですけども、今のところまあ超余裕ですね。多分午後5時ぐらいに出れば、まあ、この先ね、鶴見、東神奈川、それから江北というか、まあそうですね、横浜市横浜線沿いの停戦もまあ、寄れそうな感じですかね。だから今日はかなり余裕がありますね。そしてこういう日に限って当たらないんですよね。まあどうなるか。そう、大事なのはこの台東と最後のドラマ広告。はい、先ほどのところから少しまた東に行って、ここは国道15号第一京浜ですね。広いな。ここは箱根駅伝のコースにもなっているところでしたかね。
なんか結構斜めに渡ってる人いるんで私も行っちゃいましょうか。あんまり良くなさそうだけど。はい、ということで、ここのもう一つ先の交差点ですね。はい、こちらですね、ビッグファン平間島、台東ステーション、今ちょっと木に隠れてしまいましたけども、この一角にね、あるみたいです。いや、ここはなんかね、私来たことないんですけども、なんかすごいメダルゲームがね、充実しているという話で、かなり楽しみですね。そう、なんか全然なんか想像がつかないというかね、まあ、台東ステーションも確かにメダルゲーム充実している店舗も、まあ、そこそこありますけどもね、どんな感じなのかね。いや、楽しみだな、本当に。ここは歩行者行けますね。まあ適当に。そしてここもフェドラ P&D というのがあるんですね。確かプラド宇都宮とかもこの系列だったと思いますけどもね。まあ、そしてこっちがボートレース。なるほど。はい、ということでこちら、ビッグファン平和島の台東出てきました。今時刻は4時40分で、だから2時間ぐらいいたんですかね。まあね、1000円250枚借りたんですけども、まあ、最初にプレイしたドラゴンの何でしたっけ、突っ張り伝説でなんか暴走族っぽいの、あれまあ私初めてプレイしたんですけどもね、まあそこそこ当たってしまいまして、まあその他ね、の機種もまあ若干撮影したり適当にプレイしたりという感じでした。で、まあここやはりかなりまあメダルゲーム充実してまして、まあ取りたいね、機種、まあプッシャーとか含めていくつかあったんですけども、今日も土曜日のねまあこの夕方ぐらいということでかなり店混んでまして、あのプッシャーとかもなんかすごい埋まってるんですよね。そう、あのなぜか海物語とかだけガラガラだったんですけども、あのヴィーナスファウンテンとか、フォーチュントリニティ3、あとはなんか、ドラクエのね、あのプッシャーも私も見たことのない機種、それロケテストやってたんですけども、そこもステーション6つあってもずっと埋まってる感じでね。まあだから私もちょっとね、その開かないかなと思って、まあ適当にクール104とかで時間潰してたんですけども、もう全然開く気配がないのでね、仕方ないのでもう預けて出てきてしまいましたね。はい、ということで、まあここは1000枚ぐらい、まあだから全然まあ大したことはないんですけども、一応預けを作ってきたので、まあどうですかね、来る時がまあ来ましょうか。はい、まあそうですね、まあ、東京の店舗はね、まあ、まだもちろん行ってないゲーセンいっぱいあるので、まあその辺を埋めつつ最後にここに寄るみたいなことがあるかな。ちなみに90日持つみたいなんでね、2月の19だかな、まあなんかそのぐらいだったと思います、期限がね。はい、で私はね、この後は先ほどの経営トーク線に乗りまして、次は鶴見ですかね。はい、今後ろのね、このアーケード商店街を通って、まあ、多分こっちの方に駅があると思うんですが、違うかもしれない。はい、まあ、あの、割とね、なんか、ちゃんとしたというかね、そこそこの長さのあるアーケード商店街がこんなところにね、あるんですね。現在、先ほどのゲーセンからは16分ぐらい歩いてますね。だからまあ20分、ぐらいかな。駅から、大森駅からとね、京急のね、大森海岸駅あるいは平和島駅からだともう少し近いみたいなんで、次はそっちを使いましょうか。はい、ということで鶴見で下車しました。ここ西口と東口両方行きたいんだが、どっちから行きましょうかね。元気があるから歩く東口から行くか。はい、今ここですね。で、まあ、この前行ったね、この前つってももうだいぶ前ですけども、鶴見区役所を過ぎてこの洋華堂ですね。だからまあ鶴見、あ、でもこの道ですか、これ行くのが近そうですね。じゃあそれで行きましょう。はい、駅から14分ぐらいですかね。今日2軒目の洋華堂、ここはそこのね、大きい看板は鳥のマークではないようですね。一応ここにね、まあ、カバロというゲーセンがあるみたいなので行ってみます。
はい、こちら洋華堂出てきました。いや最後ねヒットが出ればね景品取れたんですけどもね、いや残念残念、まあ、かなり小規模なゲームコーナーという感じでね、で、まあ、一応メダルはあったんですけども、まあ、シングルメダルはなしで、まあ、あのプッシャーがねあのチームマルコちゃんとあとは、マリオですね、それがあるぐらいですかね。はい、でまあ、次ですね、まあ、Google マップによるとあと18分ぐらい歩くと着くらしいのでね、まあ、駅に戻る感じで次のゲーセンに向かいます。はい、こちら、今左右にこの横切っている道路は国道15号みたいですね。もう少しねあの南側鶴見駅前のあたりでは地下道を通ってね、まあ、結構こうなんか長いところを渡るみたいな感じなんですけども、ここはもう片側2車線ギリギリぐらいでね、なんかすぐ狭くなるんだなという印象ですかね。で、正面、上が京急の線路なんですけども、そこで左に曲がってね、その後すぐ右とかそんな感じみたいですね。先ほどの洋華堂から8分ぐらいですかね。まあ適当に歩いてね、ここはだから KK と JR の間ぐらいを、今南の方に向かってるんですけども、この道がねググッとカーブして、まあ、西側に進んで、なんとかして JR を越えてみたいな感じですかね。ちょっとよく分かってないですね。はい、こちらにね、東西自由通路というのがあるんですね。はい、まあ、前回の区役所巡りとかでも全然まあ、来なかったところですけども、とりあえずこれで渡ってみましょう。洋華堂から13分ですね、ここまで。はい、こちらのね、鶴見駅から出てきて、こちらが西側、いや北側、西側で合ってるかな。でなんかその辺にゲーセンが、これかこちらですね、ゲームコースの、まあ、軽く行ってみましょう。はい、まあ、かなり小規模の店舗ですけどもね、なかなかなんか味のあるラインナップという感じで、まあ、メダルはないんですけども、個人的には割と好きかも。こんなところにソープランドがあるんだ。で、これか、アドハーズ行ってみましょう。はい、表側はこんな感じでね、まあなんかかなりアドハーズの中では小規模な店舗ですかね、ここはね。はい、ということでここが、鶴見駅の西口ですね。先ほど出たのと反対側で、鶴見線があるのはこちら側でしたかね。でまあ次はね、またここから京浜東北線に乗りまして、東神奈川ですね、次は2つ、はい、こちらがね、中間改札のある鶴見線乗り換え口で、私が見るのは京浜東北線、ちょうど今来たところかな。ということで東神奈川に着きましたね。ここは横浜線との乗り換え口、私はこの後横浜線にも乗るんですけども、その前にね、駅前のゲーセン、ささっと行っちゃいましょうね。はい、東神奈川駅出てきました。ここは神奈川区役所のね、最寄り駅として来ましたがね。で、次のゲーセンはその正面のイオンの中にあるみたいですね。はい、こちらご来店ありがとうございましたのね、なんか表示が渋い感じでいいですね。で、こちらイオンは、ハローズガーデンでしたね。Google マップではなんか別の名前が、表示されていたんですけども、まあ、ハローズガーデン、まあ、よくあるやつですね。で、まあ、ハローズガーデンということで、あのピエロ、メダルを落としてね揃えるやつ、あれが1台とね、他にもまあ、多少まあメダルゲームありまして、で中でもねエクセルのモモとチョコですかね、まあ、キッズメダルなんですけども、それだけ私全く見たことなかったですね。ただまあ結局まあプレイはせずにね、もうさっさと出てきてしまいました。はい、あとはあの電車のね、まあ子供用の乗り物的なやつがあって、そのね、見た目が横浜線仕様だったのがなかなか面白いですね。ここ東神奈川ということで、あれはもともと山手線のやつをなんか、ね、外の色だけ変えたとかそういう感じですかね。まあよくわからないですけども、まあそんなに規模は大きくないですけどもね、ここも、まあ、あの個人的には好感の持てるゲーセンという感じでしたかね。はい、で、ここからはね横浜線に乗りまして、次は中山駅の方にね、向かいたいと思います。現在時刻は6時26分ですね。おお、で、あれ今はみんなこれになるんでしたっけ。257、なんかあれスーパービューロリコは全部サフィールに置き換わったわけじゃなくて、今のが入ったのがそんなんでしたっけ全然わかってない。